よし。ああ、なんかゴミ、猫が見つけゴミ当たってとくとしい。もう、あいつら。ろくなことないな、あいつらに。野良猫野郎だわ。よっしゃ。さあ、できた。お弁当。今日は、唐揚げ&カニクリームコロッケ、299円税込みでございます。よし。安い。うん。こんな感じですね。うん。まあ、今日のこれ弁当の写真撮っとこうかな。ちょっとな、サムネとかもちゃんとやっていった方がいいかもしれんな。明るさ的にちょっとあんまよろしくないな。このライティングとかも大事やもちろん。俺そんな考えたこともないからな。エアコンのこんなとこどけたらいいんやろ、ほんまはな。本当はね。うわぁ、なんかめんどい。なんかこういうの苦手。こういうの苦手やわ、俺。なんか映るわ、いろいろ。なんやねん、これ。なんでこんなんいっぱい置いてあんねん、俺の机ね。やめて。俺がこうやって向けることによって、こっちのライトの、このやつの、なんかこういうのも影になって、全部がね、悪循環？全てが悪循環？何もかもが悪循環、まるで俺の人生かのように悪循環。いえ、もういいわ、ええわ、めんどくさい。適当に取っとこう、やっぱりでは結局かいみたいなね。あ、七味あったっけな、七味。うわっ、びっくりした。七味だよ、早く食えよみたいな話だな。早く食えよみたいな。うどん伸びるわ、もう食えみたいな。皆様からのね、質の声が聞こえますけれども、このうどんそんな簡単に伸びひんから。なぜならさぬきですから。というわけで、いただきます。うん。さぬきですからね。伸びませんからね。さあ、いただこう。絶対うまい。簡単ですよ。白だし、めんつゆ、塩、いりこだしですよ。あ、完璧やん。完璧。うん。小物が汁続ける。上の方はまだこれサクサクや。エビかけ揚げ。うん。おいしい。おいしい。はい。ありがとうございます。雨やな、今日。暇やろな、仕事。うまいな。今日スーパー行ったのね。おにぎらずって言ってたんですよ、おにぎらず。知ってます？今話題ですよね。握らない、挟むね、おにぎりみたいなやつ。とんかつ挟んでやるのと、ネギ塩チャーシューを挟んでですね。1個ね、149円、ちょっと税込みね。あれ、それ2つ握っててうどん作って食べようと思ってんけど、ちょっと待ってよと、それ2つとこの弁当一緒ですよ、金額。パッと見て他のおにぎりと、普通のおにぎりとは68円とか、高くても100円ぐらい売ってるのね。でもう一個決めていいんだったね、下にね、これぐらいの爆弾おにぎりに梅と昆布とおかかが入ってるラップで包まれた爆弾おにぎりって、これ128円。おにぎりやつこれ1個140円、それも半分ですよ。この四角いのは半分ね、もちろん。買うか言うてはいるか、こんなもん。で、とんかつ見たら、とんかつがね、ちっちゃいの200何本で売ってたから、それ買っておにぎらず作った方がいいかなと思ったけど、あ、ご飯炊いてないわって思ってやめました。
そういう理由もありまして、私はスーパーでおにぎらずは買いません。高いわ、140何円。2つで300円。人によってこの海苔弁の海苔って最初に食っちゃう人いるんじゃない、食べにくいから。あと海苔弁のおかか抜きとかね、しょっぱいからって米とか出てきましたね。いろいろあるんやね、人に好みは。結構ちくわのそび揚げをご飯の上に乗せたかばっかりに、油の浸透をガードするために海苔を乗せていると思うんやけど、この海苔を乗せることによって下におかかをちょっと敷き詰めといてほしかったなっていう感じになるわ、俺やったら。ただ海苔だけかよって。完全にもう衣液になってるんだ。これズルズルだったね。かき揚げても結構好きなんだ。美味しいやん。端がちょっと曲がってんねんな。のり弁ののりって切りにくいよね。こんな曲がってる。全体的にこうなってんのかな。反対合わせにしたらさ、ちょっとこっちが曲がってるだけか。カニクリームコロッケ。もはやクリームではないような。何をもってクリームって言ってんのこれ。むしろ普通のコロッケに近いカニクリームコロッケやね。クリーミーさ出るやわ。ゼロやな。クリーミーさ出るわ。野良猫が入ってきたわ。野良猫だもん。ゴミ箱漁るようになってきたらもう終わりやな、あいつらも。餌やってんのに。
なんか重いピナコよね。これだからね、野良猫上がりは困るよね。無駄に身体能力だけ高い。うん。まあいいけど、というわけで、300円弁当と天ぷらうどん、かき揚げうどんを食べたパテムソ協会でした。ごちそうさまでした。雨降ってんな、お腹いっぱいや。食うたわー。